35年度の学校建築は予定通り着々と進んでいます。南部中学校、高裁中学校など9つの学校が完成しました。また先頃の火災で焼失した西部中学校もほとんど完成。明るい年とともに教育施設も次々と完備拡充されていきます。市政施行50周年を記念して今度新しく浜松民謡が作られ、その発表会が行われました。この民謡は郷土の生んだ作詞家清水稔先生が苦心して作られたもので、親しみのある歌いやすいものです。ただいまお送りしているのが凧揚げ小唄です。これは浜松祭り歌です。浅田北町の母の会では明るい町づくり計画の一部として市内の公共施設を見学、市政の一端を勉強しました。この日のコースは水道の浄水場をはじめ飼料処理場、柑橘試験場など11箇所を巡回しました。浄水場では水をきれいに浄化し家庭に送る大きな機械に驚きの目を見張りました。続いて県の家畜保健所を訪れ、乳牛の品種改良の実態を見学。隣の畜産指導所では鶏、ヤギ、豚などの飼育方法について勉強しました。この大きな建物は浜松市が誇る高速飼料処理場です。家庭から出るゴミが能率よく処理され、肥料に加工生産されています。この後、母の会の一行は柑橘試験場へ向かいました。ここにはあらゆる種類のみかんが広い農場いっぱいに栽培されています。お母さんたちは係員の案内で次々に見学。その見事な出来栄えに感嘆しました。浜名寮を訪れたお母さんたちはたくさんの本やお菓子を送り、恵まれない子どもたちを慰問しました。思わぬお客さんに子どもたちは大喜び。早速お得意の歌や踊りを披露しました。続いて私立救護所に身寄りのないお年寄りを慰め、有意義な一日を送りました。最近の食生活は大きく変わってきました。料理学校や料理の講習会でも葉菜類を使った献立が目につきます。毎日いただく家庭料理は栄養が豊かで、また経済を中心に考えられなければなりません。秋から春先に出回るこれらの葉菜類は値段も安く非常に栄養に富んだものです。
農村の副業として推薦できるこれらの野菜類は家庭菜園でも栽培できるものです。これは花野菜です。人参やほうれん草を嫌う子どもたちも喜んで食べるので、お母さんたちの間に人気があります。これは子持ち観覧です。八百屋さんの店先にも並べられ、料理上手な奥さん方に買われています。ところで皆さんはこの洋菜類の生産地が浜松であることをご存知ですか。ここは川柳川沿岸の豊西地区です。立ち並ぶ温室ビニールハウスの群れは見事な眺めです。ここは早くから洋菜の栽培が始められ、今では全国一の生産額を誇っています。一方、県や市でも力を注ぎ、ことに農業試験場ではその広大な試験地を洋菜栽培に充て、セロリ、レタスなど数々の品質改良に努力しています。また栽培に関心を持つ人々のため講習会を開くなど、農家の経営向上を目指しています。熱心にメモを取る人々、皆真剣です。こうした努力が実を結び、理論的に栽培されたこれらの野菜は海中や魚中などの寄生虫の心配が全くなく、豊西の成城野菜として広く東京や大阪の市場に送られ、外国人をはじめ一般家庭の食卓をにぎわわしています。農業協同組合の出荷場は朝早くから運ばれる洋菜類でいっぱいです。農協の人々の努力によって市場値段も安定しています。こうしたところに協同組合の強さがあるのです。この栄養に富んだ洋菜は肉類の需要とともにますます普及し、時代の先端を行く農作物として脚光を浴びていくことでしょう。今度、道路交通法規が大きく変わりました。この法律では自動車などの運転の仕方、歩行者の歩き方、道路の使い方などが改正されています。日増しに激増する自動車、相も変わらぬ狭くて悪い道路、日本の交通事情は悪化の一途をたどっていると言われています。市内で最も交通量の多い場所は板谷町の交差点付近です。1日に2万5000台の車が行き来しています。警察でも交通パトロールを強化して安全運転の指導に努め、また歩行者の安全を図るため横断歩道の整備や交差点での交通整理に力を注いでいます。しかしこうした努力も
一部の心ない人々のため交通事故は相次いで起きています。殺人事件などでは大騒ぎする人々も、こうして毎日数多くの尊い生命や財産が失われ傷ついていることにあまり深い関心を示さないのはどうしたことでしょう。狭い道路をなお狭くしているものに、このような数々の原因があります。歩道に置かれるたくさんの自転車やオートバイ、駐車違反の車など、私たちの周りに常に見ることができます。では私たちの街ではどのくらいの交通事故が起きているか見てみましょう。黒い線は昭和35年1月から10月までに起きた交通事故でした。一番危ないのは、不意に道路へ飛び出したり車の直前直後を横断することです。これだけで事故の半分を占めると言われています。道路を横切るときには道路標識や横断歩道と指定してあるところを、近代人らしくスマートにまっすぐ横断しましょう。一番安全なのは、信号機やおまわりさんが交通整理をしているところで横断することです。また自転車の2人乗り3人乗り、横に広がった平行行進も非常に危険です。自転車は1人乗りです。そして左側を1列に走ってください。曲がり角での手信号も守ってもらいたいものです。弱い歩行者の中でもことに弱いのが子どもたちです。大人たちのちょっとした不注意が事故を招く原因となっています。通学や通園する子どもたちが歩いているときは、大人は誰でもその安全を守ってやらなければなりません。いくら注意しても注意し足りないのが交通事故の危険です。運転者や歩行者の一人一人が交通道徳を身につけて、それが習慣となるようにしたいものです。